北海道にお住まいの永井香織さん、37歳主婦の方からのご依頼です、はい、実は謎の木登り親子の正体を調べてほしいのです、家の近くにのびのび公園という公園があるのですが、いいですね、そこに謎の木登り親子がよく出没するのです、はい、その親子は顔がいかついお父さんと小学校高学年くらいの男の子で、うん、男の子は上半身裸で短パンのいでたち、はい、2人とも裸足で歩き、うん、男の子が黙々と木に登り、うん、お父さんが指導している感じなのです、うん、何の目的でそんなことをしているのか、うん、昼間からお父さんがつきっきりなのでお父さんの仕事は何なのかなどとても気になります。しかしお父さんのいかつさから声をかける勇気がありません。そこで探偵さん、その親子の正体を調べていただけないでしょうか、よろしくお願いしますというご依頼ですけど、なんかおかしいねナイトスクープ公演担当の私が公演担当、僕もあのとある理由がありました、公演というところに住んでおりましたので、やはり公演というのはね、まあ、この懐が深いといいますか、いろんな方を受け入れる体制ができてますから、いろんな方が集まってきますから、まあ、でもこの親子さんにもきっと何か事情があっ てそういうことをしているんだろうということで調べてまいりました。どうなったんでしょうか、 VTR どうぞ。どうもこんにちは。こんにちは。あら、ちっちゃい子ちゃん泣いてる。こんにちは。何が目的か分からへん、分かんないから聞いてほしいってことですか、はい、自分で聞きいいやだって怖いですもん。お父さんちょっとなんかその言ってる公園はこれ、はい、見えてるやんだいたいそこの二股になってるかなり上の方まで葉っぱで見えなくなるぐらいは行くとですか。あ、入ってます。絵描いてくれたんですか。子供はパンツ一丁で登ってんの、はい、お父さんは坊主スキンヘッド、スキンヘッドっぽい、うん、スキンヘッドはちょっと怖いね。少年は美少年よねこの足元に歯ブラシみたいなのが置いてるこれは何ですか。公園の砂場をなんか耕してるっていうか、クワクワみたいなんでクッてやってやってんの、はい、やってこれで、はい、少年の方が、はい、どういうことなの、何のために、わかんない、わかんないの、それも謎、謎です。はあ通称じゃないです、もう正式名称がのびのび公園、僕のいた公園なんか牧墳公園ですよこの木登ってるんですか。これ登れる、結構引っかかりないよ。ここで真ん中ら辺で、真ん中ら辺でなんか耕してんの何か探してるんかもしれないですよその親子はとっても大事な何かをなくして何年か前にいろいろ情報を探ってくるんで二、はい、人はもう家からずっと見張ってみてますね公園ですか。公園をでもここ以外にもいますよ。え、公園、違う公園にも出ますから。え、違う公園にも出るとこ化け物みたいな感じやん。もう一つ公園あるんですよ、振動を超えたとこ、そこにも。マジで、もう一つの現れるポイントとなっている公園ですね。お、なんか、巻き粉みたいなやつありますよ。何やあの遊具、巻き粉っぽいものがあるぞ。はっ、掘り返された跡が誰の仕業やこれは。すでに現れた跡がもしかしたら。マジか、この公園その名も玉ねぎちゃん公園ですよ。あ、そうか、あれがもう玉ねぎや。玉ねぎちゃん公園、ちゃん付け。こんにちは。怪しい親子見たことないですか。うん、あのいつもあれ木登ってます。木登ってます。登ってる、はい、やはり木登ってる。はい、喋ったことは ないです。見て見ぬふりで、いつも陰ながら応援したし、陰ながら応援してる、頑張ってるなと名前とかは知らないですか。全く分かんないです。どこに住んでるとか、はい、怪しい親子見たことないですか。そこでやってる人か。やってって何すか、何すか、何すか。ボクシングの練習とか。ボクシングの練習、うん、新たな情報がどんな格好してますいや、裸足で裸で。絶対それ裸足で裸で。喋ったことはない。ない、ない。ただでもね、やっぱみんなね、ちゃんとした付き合いはないんですよね。のびのび公園の方に戻ってきたんですけども、見てるね1階の窓からめちゃくちゃちゃんと見てくれてますね。こんにちは。カップル、はい、この辺に住んでるの2人は。いや、私はあのあれです、あのなんだっけ、投稿してきたの娘です。え
ちょっとです。あいやねん、お姉ちゃんかい。俺ちょっと似てる思てん顔。取材来るってことは母親から聞いてたんですけど、もともとデート入ってたんで。デート言うてんすんなよ。デート言うてんすんなよ。まだ情報出てこえへんのよ。今日多分おみこしあるから主権率は多分低い。って思うんですよ、ね、マジ、うん、おみこしあんの今日。あ、今日あのあそこの公園でみんな子供集まっておみこし、おみこしすんの祭りの日なん今日、はい、じゃああの公園使うんや今日。そうですね。え、じゃあその子供が おみこしに参加する可能性ないの？どうなんですかね。そんなやつじゃない、去年。そんな生ぬるいことには参加せん。そうですね。なんかまさかのお祭り耕してる、なんか耕してるって出るよ。あれちょっと待って、あ、耕してるんじゃないわ。あ、落ち葉を集めたんですか？そうですね。あここで怪しい親子がね、木に登ったりとか。そうですね。知ってますか？よく見ます。え、よく見ます。で、その親子は何をしてるんですか？あれでしょうね、子供さんを鍛えてるんです。鍛えてるんですか？なんかトレーニング、レスラーかなんかに。レスラーで子供をレスラーにしたいから鍛えてるんですか？お名前とか分かんないですか？多分あのおじいちゃんは聞いてるかな。あの女っていう。座ってもいいですか？どうぞどうぞ。木登りしたりとか、お父さんが結構怖いガツい感じの親子って見たことないですか？やってる人いますよ。あ、います？見たことあります？たまたまあります。たまたまあります。空手やってる人、ね、空手？空手の、 あの空手のね、はい、あの、あれをやってる。どこに住んであるとかは知らないですか？わからないです、ね、わからないですね。空手家になりたい、ボクサーになりたい、レスラーになりたい、いろいろな情報出てます。玉ねぎちゃん公園の方に貼っときます、はい、向こうに現れるかもしれないんで。そうですね、はい。行けないか。行けないね。居心地はいいですね。でもここは丸見えですね。ちょっと生活はできないですね。でも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 、来たって来たって、行こう行こう行こう。え、めちゃくちゃ子供おるよ。どれや、もうにぎやか、にぎやかや、もうどこみたいね。どれや、どうしよう、元気出して。え、どこおれんよね。わからんわからん、ちょっと本当ですか？あ、ちょっと今授乳中授乳中です。娘娘、え、あそこ、どこどこどこ？赤いの赤いの赤いの。あ、あれ？あれ？あ、登ってる！登ってる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 ！あ、登ってる！いたいたいた、裸じゃないでも。うん、さっきまでは、あの、パンツ一丁。あ、でっかいな、あの子。あ、なんか意外と登り方はなんか、どんくさそうに登んねんな。スルスルスルって登っちゃうねや。あ、登ってる登ってる。おお、裸足や、でも裸足や。裸足や、確かに。あれがいかついお父さんや。あー、確かにちょっと近寄りがたいね。木から木にもうセミみたいになってるやん、夏の終わりに。 OK ですか、食事は？来ました。はい。あ、あんな細い木も。おお、おお、うまい、こう足の裏使って。おお、すごい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 な。ちょっと怖いですね。ちょっと逃げてますやんか。ちょっとお母さん行きますよ。子供いるから。いや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 、ちょっと行きましょうって。すいません、こんにちは。ちょっとお話よろしいですか？はい。サンテナイトスクープという番組なんですけども、はい、何してるんですか？総合格闘技のフィジカルトレーニングですね。総合格闘技のフィジカルトレーニング、はい、どれでもなかった。体幹使うのにはすごいもってこいのトレーニングなので。体幹を鍛える。何者ですか？あの子の父親で。あの子の父親で、はい、仕事は整体師、整体師、あ、トレーナーやってます。トレーナーやってるんですか？はい、お子さんとこうトレーニングを、はい、お子さんはこれじゃあ総合格闘家を目指していると。そうですね。大丈夫まで行っては大丈夫ですか、あれ？はい、ボクサーでもレスラーでも空手でもなかった、総合格闘技。おお、大和君っていうんですか？はい、ヤマト、すげえ反り込み、すごいな。これなんで、これはハンマー？これハンマーですね。ハンマー？はい、クワじゃなくてハンマーやったんですね。全然クワちゃうやんか。ハンマーですやんか。おお、すごいすごい。
これがパンチの動きにつながってるんですか。下半身で踏ん張るんで。ああなるほどね。すっごい。こんな小学生おるかい。おっさんやろ。おっさんじゃない、お兄ちゃんの。お兄ちゃん、お兄ちゃんでもないよ、子供や。すげえな、お前得意技見せてあげる。得意技あんのか。家から裸足で来るんですか。もうはい、おもむろにジャージを脱ぎ出した。これプロテイン入ってる。はあ。プロテイン飲んでんねや。ほんで何すんの、パンチでジャイアンやな、もう。何も言わずにどいていく子供たちが。うわすげえ。腕の力じゃないですもんね。ね、このグッと引っ張ってないもんね。すごい、これ見てて、ほらほらほら、腹の力で上げてますもん。ちなみに公園以外でもトレーニングしてはるんですか。あ、家でやってますね。はい、あ、家でも。その家でのトレーニングもしてもらうことが可能ですか。あ、いいですよ。いいですか。やったー。いや、こっちのセリフや。俺のセリフや。お邪魔します。お邪魔します。この体格ですごいな。石川清志の3点取れてる、安定感あるよ。うわぁ、すごい。これもちょっとポイント出ましたよ。そうしたら、ね、私もやられるんで。なになになに、何してんのこれ。お父さん大変やそれ。いける？うわっ！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 バランスボールとかって皆さん、はいはい、知ってますよね。知ってます。この上にまず立ち膝をするんですけども、これまずやばかった。すごい！なんか降りて、降りて。すごいよ！これ3キロの重りなんです。頭に巻いてみてください。ちょっと、もうダメダメダメ。うわ、すっごい。うわ、すげえな、お前、マジで。今度この状態、キャッチボールします。キャッチボール、分割してはいるんですよ。力だけ強いとか、バランスだけいいって。でも、全部一応やってるのはあんまりいないと思う。顔本気やもん、これは。さすがに。モンゴルの、モンゴルの。1日こんだけ運動して、その体型でどんだけ食ってんねん。これは大変なんですよ。痩せさせないように。格闘家の状態、低脂肪高タンパクなんで、おやつは煮干しとかスルメとか。ただ登ってるだけじゃなかった。ないですよ、ただの木登り行動じゃないですよ。この背景にはものすごいトレーニングをしてましたよ。大和の夢は何？総合格闘技の世界チャンピオンになること。怖くないの？怖くない。やりたくない日はない？ない。本当？毎日強くなりたいから。遊びたい日は？あんまりない。ない。うん。カール食べたくない？カールって。あ、知らないんですよ、食べたことないんで。あー、いやー、恐れ入りました。すごい、すごい、すごいやつ。特にすごいのが、まあ、もう裸足の生活なんです、普段から基本的に。でも学校行くのとかも裸足なんですけど、裸足だけじゃなくて10キロの重りをカバンに入れて。